フォスアザーピープルでコールイットワットユーウォントお届けしました。さあいよいよ最後の曲になりますが、はい、やはり前回も同様日本人アーティストセレクトしましたが今回はそうですね、M フローのイエスタデイっていう曲を、もうこれは今年本当にめちゃくちゃ聴きましたね。3月に出たアルバムなんですけど、もう皆さんも M フローって、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけど、はい、もう今回のアルバムはすごい聴いて、その中で1曲すごい悩んだんですけど、まあ、最後のラストの曲でアルバムの締めくくりの曲なんですけど、まあ、結構泣ける系の、はい、前回もオーケストラバージョンの壮大な曲を選んでくださいましたが、今回はこうの M フローの曲は、イエスタデイの曲はその最初こうしっとりバラードで、すごいダンスチューンがすごいバーって並んでるアルバムで、あ、最後はしっとりバラードなんだと思わせてっていうところをちょっと聞いてほしいですね。はい、そっからの展開曲の、はい、に注目していただけたらなと思うんですけど、はい、結構 M フローってね、ダンスナンバーの方がこうメインにイメージがありますが、はい、まあ、イエスタデイタイトルを聞くだけでもなんかこ う, そうです、ね、センチメンタルになりそうな、はい、いや本当泣ける曲ですね。はい、泣きの曲を持ってきましたラストに。なんとなく、まあ、いろんなねジャンルがあって、素晴らしいセレクトだと思いますが、どんな時に聞きますか。ちょっとね、感傷に浸りたい時も時にはあるかと思います。そうですね、だからちょっとそうですね、感傷に浸りたい時、浸りたいけど踊りたい時。なんかさっきから本当踊りたい踊りたいって、どんだけ踊りたいんだっていう感じかもしれないですけど、はい、いやでも、なんていうんですか、今こうダンスミュージックってすごいこう、まあ、流行ってるっていうとちょっとあれかもしれないですけど、踊れる曲がやっと日の目を浴びつつあると思うんで、はい、どん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 なんかみんな、クラブに行けとか言って行っちゃいそうだけど、まあなんかこう、まあ、体を動かすのはダンスにしても何にしてもいいことですからね。はい、みんななんだろう、こんなん別に僕 J リーガーから言う立場じゃないかもしれないですけど、本当ね、こう音楽を聴いて踊れるところにみんなどんどん行って音楽を業界を盛り上げてほしいなって僕は思います。はい、まあ、前回もね、著作権の関係からできれば CD を買ってほしいなっていうねお気持ちをお話ししてらっしゃいましたから、その気持ちからまたこのお話につながるのかと思いますけれども、またね、音楽を聴いて楽しく過ごせる日々である、あるといいですものね。そうですね、はい、なんかもっと生活に密着してもらえたらなと、ね、なんかこう例えばじゃあ土曜日どうするっつってカラオケ行くっていう、そのカラオケがこうクラブだとかライブだとかになって行ったらちょっと僕は嬉しい。カラオケ産業の人に怒られちゃいますね、そしたら。行ったらなんかこう日本のミュージックシーンがもっとどんどん変わっていって、海外と競えるようになるんじゃないかなと思います。はい、それはサッカーと一緒ですね。そうです、だからサッカー、まあ試合見に来る人が増えて、でファンの目が超えていったらからどんどんこうやって海外に日本人選手が行ったと思うので、はい、まあ、それと同じですね。はい、音楽のある生活を。では、最後の曲、曲紹介お願いします。M フローでイエスタデイです。お聴きください、どうぞ。 M フローイエスタデイお聴きいただきました。さあ4曲すべてお聴きいただきましたが、改めて今回のセレクションご自身的にはいかがですか。なんかこう今思うと、あ、いやこの曲とかの方が良かったかとかいろいろまあありますけど、でもそれはまあ何の曲選んでもそうだと思うんで、まあでも自分の大好きな曲たちなんで、ね、まあ最後泣きで泣きメロで終わって、まあこう1年間のこうやって聞くとなんかいろいろ思い出すんですよね。あ、この曲と初めて知った時こんなことあったなとかって思うんで、やっぱ音楽はいいなとか思っちゃいますけどね。
DJ 雄三が大切にしている曲ばかりですからね、皆さんもぜひ愛してほしいなと思います。さあ、リーグ戦振り返っていかがでしたか。まあ去年より順位が一つ上がったんですけど、まあ、ACL 出場っていうところは、まあ、リーグ戦では叶わなかったわけで、まあ、そういう目標に届かなかったっていうところで悔しさはありますし、まあ、自分としてはもっとできたんじゃないかなっていうのはありますけど、まあ、それでも去年、まあ、1年目に比べたら自分の中でもいろいろ楽しくサッカーできたし、去年よりはいいパフォーマンス出せたと思うんで、まあ、来季は今年よりっていう気持ちを持ってやっていきたいなと思います、はい、急に DJ の顔から切り替わりましたね。DJ の顔があるのかどうかも怪しいんですけど、まあ、僕は一応ね、一応って言ったら変ですね、はい、こっちがメインっていうか、メイン、まあ、メインっていうか、まあサッカー選手なので、まずはそれを頑張ってこうやってまたラジオに出させてもらえるように、まずプレイヤーとしてのそのベースがないとラジオにも出れないと思うんで、ラジオに出るためにサッカーやってるわけじゃないですけど、もちろんもちろん、でもいろいろな面があって、ファンサポーターの皆さんはさらに小林選手に対する思いっていうのが強まったと思いますが、そうなんですかね、まあ僕もサッカーね、やっぱサッカーに何つったらいいですかね、まあ趣味が多いのがいいのか悪いのかわからないですけど、まあ、僕は割となんかこういう感じなので、ぜひまたなんかこう共通の好きなミュージシャンがいるとかっていう人はまた応援していただけたらなと思います。では最後にファンサポーターリスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。拙いトークで申し訳なかったですけど、まあ楽しく、僕個人としてはすごい楽しく喋らさせてもらったんで、さっきも言いましたけど、またこういう機会を設けてもらえるように、来季も頑張りますので、応援よろしくお願いします。まず今年1年間、応援ありがとうございました。横浜 F マリノス小林雄三選手、 DJ 雄三でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。小林雄三のエビバディプレイザーミュージック。